三菱 4G6 型エンジンとは、三菱自動車工業が1970年代末より、販売している自動車向け4ストローク直列4、気筒エンジンの系列名である。当時、三菱が製造していた4系列の直列4、気筒エンジンの一つであり、他のエンジンが、アストロン、オリオン、サターン等の星をモチーフにした愛称が与えられていたのと同様に、 4G6 型にもオイヌ座を構成する星の一つで、あるシリウスの愛称が与えられていた。なお、本校では、4G6 型のディーゼルエンジン版にあたる 4D6 型エンジンについても便宜上記述を行う。4G6 型エンジンは1979年の第23回、東京モーターショーに三菱、ランサー EX ラリー仕様のエンジンとして、 参考出展された G63 バイトエンジンがその期限である。1973年より始まった自動車、排出ガス規制の影響が一段落してきた頃の登場で、同時期に三菱が開発していたサイレントシャフトや MCA、JET バルブを搭載した状態でデビューしたため、他のエンジンと異なり正式名称の 4G63 ではなく、 従来の命名規則に則っ,った G63 バイトの略称で先行して登場する形となった。4G6 型エンジンは中鉄製シリンダーブロックを採用し、アルミ合金製の OHC、クロスフローシリンダーヘッドが用いられる。カムシャフトの駆動にはタイミングベルトを使用、ポペットバルブへの動力伝達はシーソー式、またはスイングアーム式のロッカーアームが用いられる。 タペットは、初期のサイチェシーでは、アジャストスクリュー式のメカニカルタペットが用いられたが、後にラッシュアジャスターへと移行し、ローラーロッカーアームも導入された。当初は、Z バルブ付きの半球型燃焼室を持つサイチェシー、8バルブヘッドが用いられたが、後に1984年の三菱、シリウスダッシュ32のサイチェシー12バルブを経て、1987年には、 ペントルーフ型燃焼室の DOHC16 バルブのシリンダーヘッドも登場。近年ではサイチェ C16 バルブのマルチバルブヘッドも用いられている。燃料供給装置は、原初の時期はキャブレターを採用するものも見られたが、電子制御式燃料噴射装置の採用が初期の段階から盛んに行われ、スピ方式や MPI 方式と、 三菱重工製ターボチャージャーが組み合わせられたものには、サイクロンの愛称が与えられる場合もあり、最終的には、シリウスの愛称は廃止され、名も含めて、サイクロンに統一された。その後は、グディやマイベックなどの機構も導入されている。現在では、ランサーエボリューションの 4G63 は、アルミ合金製シリンダーブロックの4倍と11型に、 消排気量の 4G61 や 4G62、4G67 は、4G92 型や 4G93 型を経て、4G18 型や4バイト10型にその座を譲るなど、一部車種では、世代交代が行われているが、自動車から産業機械まで幅広い車種に搭載される、三菱事項を代表するエンジンであることは、今も変わりはなく、海外の自動車メーカーへの供給も行われている。 4G6 型は、もともとは、ガソリンエンジンとして開発された形式ではあるが、同一ブロックでのディーゼルエンジンの開発も行われ、4D6 型シリウスディーゼルとして、4G6 型を採用する小、中型乗用車のディーゼルエンジン仕様に用いられた。同様の開発経過をたどった 4D5 型、アストロンディーゼルと異なり、4D5 型は、セダンなどの比較的小型の車両への搭載に止まり、 トラックやクロカン 4WD 車など大型の車両への搭載は行われていない。機構上、4G6 型エンジンと異なる点は、4G6 型がクロスフローレイアウトを採用しているのに対して、4D6 型はターンフローレイアウトを採用している点にある。日本国内向けはディーゼルターボ仕様が主力であるが、輸出向け及び OEM 供給向けには、 自然吸気仕様のものも多く見られる。ロッカーアームは1988年製造部により、ローラーロッカーアームが使用されているが、ラッシュアジャスターのないメカニカルタペットのため、定期的なタペット調整が必要な仕様となっている。1991年式ヒュンダイエラントラの 4G61 エンジン。現代自動車では G4CR の型番が与えられていた。4G61 は、 1988年登場の排気量 1595cc のエンジンである。このエンジンは後日の 4G63DOHC 登場以後に市場に投入されたために DOHC16 バルブのみがラインナップされ、サイチェシーは存在しない。燃料供給装置もマルチポイント式もしくはシングルポイント式インジェクションを採用していた。 日本市場には1987年に先行登場、三菱製 1600ccd チェシーエンジンは1973年に消滅した三菱ギャラン GTOMR の 4G32DOHC 仕様以来のものであった。4G61 は他の 4G6X エンジンと異なり、バランサーシャフトは搭載されなかったため、末端に B がつく。 略称のエンジンが存在しない。その代わりに、サイレントシャフトエンジンでも、使用可能ないくつかの異なる内部部品が使用されており、他の 4G6 型エンジンでもこの部品を流用することで、サイレントシャフトを除去する改造が行われる場合があった。性能所限採用者種日本国内市場のランサーとミラージュ向けに製造されたターボエンジン。サイクロンの相性が与えられ、 1600cc クラスの国内モータースポーツでも活躍した。このエンジンもサイレントシャフトは非搭載であった。性能初限採用車種三菱シャリオの G62 バイトターボエンジン 4G62 とは 1.8L サイチェ C8 バルブエンジンで縦置き後輪駆動及び前輪駆動車に用いられた。ボアストロークは 80.6X88.0。 ミリメートルで、総排気量は 1795cc である。キャブレターもしくはマルチポイント式インジェクションが用いられたが、ランサー EX1800GSR、1800GT やコルディア GSR では、シングルポイント式インジェクションの EC ターボも用いられた。サイレントシャフトや、トバルブが採用されているエンジンのため、国内市場では、当時の名称規則にならい、 G62 バイトの名が最初に登場した。上位排気量の G63 バイトを輸出使用者が採用するのに対して国内使用者向けにボアダウンしたエンジンという位置づけであった。また G62 バイトは LPG 仕様のエンジンも製作されギャランシグマなどの小型セダンのタクシー向けグレードに用いられた。4G62 は1989年に 4G67 が登場したために当初の携帯からあまり進化することなく生産が終了している。性能初限採用車種 4G62T のターボエンジンはコルディアやランサー EX 等に搭載された。コルディアにおいてはシムケチや製造年度により数種類のターボチャージャーが用いられた。国内市場ではランサー EX のものが特に著名であり、 G62BT 搭載車は、ランタボの愛称で親しまれた。性能初限採用車種5代目ギャランの G63 バイト、サイチェシー12バルブサイクロンラッシュ3に、エンジン EAK ギャランの 4G63 サイチェシー16、バルブエンジン 4G63 は 1997cc のエンジンである。サイチェシー及び DOHC が生産された。両車とも、 自然吸気とターボチャージャー仕様が利用可能であった。前輪駆動向けの 4G63 ではターボチャージャー仕様はシリウスからサイクロンに相性が変更された。5代目ギャランに搭載された 4G63 はダッシュ32と呼ばれる可変バルブ技術が盛り込まれたサイクロンダッシュ32エンジンでターボチャージャーとインタークーラーも装備し、ジスグロス値で 200PS が打たれた。 このエンジンでは、経済的な運転を可能にするだけでなく、低回転域のドライバビリティと高回転域の高出力を実現するために、シリンダーあたり3バルブを搭載し、回転域に応じて2バルブに切り替えることができた。1987年には、日本市場のギャランに、DOHC の自然吸気及びターボチャージャーの、法 g 63が導入された。 これは1988年から1992年までのギャラン VR-4、米国市場の1990年から1999年までのエクリプス、あるいはランサーエボリューション I から9を含む様々な車種に搭載された。それ以降の 4G63 では、三菱の可変バルブタイミング機構であるマイベックも採用された。チェシー8バルブキャブレターエンジンは、 1987年から1989年までの三菱マイティマックス及びダッジラム50ピックアップトラックに採用された。サイチェジーの 4G63 は1993年までの三菱ギャランでも使用された。これは7 6ットの出力と157ナノメートルのトルクを 4750rpm で発揮した。 ランエーボナインのマイベックターボ 4G63 また、サイチェジーの 4G63 は1990年代後半から2000年代、初頭のモンテロや2.0リットル2ドアのパジェロなどの三菱車に 4700rpm で 101kW を発揮するものが搭載された。また、N33 び N83 型スペースワゴンでは、 サイチェシー1 6バルブの 4G63 が搭載された。米国市場では1989年から三菱事公とクライスラーの合弁企業であるダイヤモンドスターモーターズが三菱、エクリプス、イーグルタロン及びプリムスレーザーを介して DOHC インタークーラーターボエンジンを導入した。1990年末から1992年4月まではがっしりとした。 コネクティングロット及びクランクシャフトへのフライホイールの固定に6本のボルトが使用された。1992年5月から2006年の新カバンエンジンでは軽量なコンロットとクランクシャフトへのフライホイールの固定に7本のボルトが使用された。これらはそれぞれ6ボルト及び7ボルトエンジンと呼ばれている。2003年の日本北米使用ランサーエボリューションでは 出力は 6500rpm で 271hp、273ポンドフィートのトルクを 3500rpm で発揮した。これは、中鉄製シリンダーブロックとアルミ合金製 DOHC、シリンダーヘッドを持つ。マルチポイント式インジェクション、1シリンダーあたり4バルブに、ターボチャージャーとインタークーラー、単造構成コネクティングロッドも装備した。 4G63 ターボエンジンは、4G63T と呼ばれる場合があり、世界ラリー選手権に参戦する三菱車のエンジンとして、ギャラン VR-4、ランサーエボリューション、三菱、カリスマ GT、三菱、ランサー WRC 等に搭載された。4G63T をパワープラントとするランサーエボリューションで、富間記念は4度の WRC チャンピオンを、 獲得した。市販車両の TD05 タービンとは異なり、三菱重工業製 T-4 タービンがこれらの競技車両用の 4G63T に使用された。E10K ギャランの G64 バイトサイチェ C8 バルブエンジン。ヘッドカバーをヒュンダイロゴに変更したものがヒュンダイ車にも採用された。4G64 は 2351cc のエンジンで、 4G6 型の中では2番目に大きい排気量である。初期のモデルはサイチェシー8バルブ、あとに16バルブのサイチェシーよび DOHC が生産された。すべての 4G64 がマルチポイント式インジェクションと 86.5mm ボアおよび 100mm ストロークを採用していた。4G64 は後にグディも利用可能となった。 出力 145hp 5250rpm 及びトルク161ポンドフィート 4000rpm の 4G64 が三菱 L202 152hp 5500rpm 及び162ポンドフィート 4000rpm のトルクの 4G64 がクライスラーセブリングダッチストラトスに搭載。 クライスラーの 4G64 には破断分割式、粉末炭造コンロッドが採用されている。4G64 は、4G63 と同じく、インターフェアレンスエンジンであるが、初期の8バルブ 4G64 は、インターフェアレンスエンジンではなかった。なお、4G64 が最初に搭載されたのは1985年、欧州市場向けのギャラ 2.4GLS であった。 ボアアップのベースとなった G63 バイト同様に、サイレントシャフトやジェットバルブを採用していたために、当時の名称規則に倣い、G64 バイトの名が最初に登場した。アジア方面では、三菱車ではなく、三菱事項の技術供与を受けていた現代自動車のヒュンダイ・グレンジャーが1986年に初搭載。グレンジャー発売の翌百八十七年、 フランクフルトモーターショーに 129PS5000rpm に出力が高められた 4G64 を搭載した三菱札幌3が出展された。また 4G64 は LPG 仕様のエンジンも製作され三菱キャンターなどの比較的大型の車種の LPG 仕様化に用いられた。日本国内向けの 4G64 はほぼ全ての車種で グッティカが行われた後に、マイベックが導入された新エンジンの 4G69 に置き換えられて、姿を消したが、中国の自動車メーカー向けの OEM 供給は、現在でも行われている。性能所限採用者主位 AK ギャランの 4G64、DOHC16 バルブグディエンジン1997年、ガソリン直噴エンジンとしての 4G64 が、 4G93 に引き続き市場に投入された。DOHC16 バルブの 4G64 をベースとしており、三菱の国内市場向け車種の多くに搭載されたエンジンであったが、2000年代中盤以降、4G69 に置き換えられる形で生産を終えている。性能所限採用車種 4D65 は、シリウスディーゼルと名付けられたディーゼルエンジンで、 4G62 と同じ排気量を持つ。自然吸気、またはターボチャージャーを選択でき、1980年代から1990年代初頭に、かけて三菱のディーゼル乗用車の多くに採用された。サイレントシャフトが搭載されたエンジンではあるが、4G6 型のように末端に B が付く略称は命名されなかった。性能初限採用車主 4D65 の ターボエンジンはインタークーラーを装着しない仕様で、コンプレッサーとインテークマニホールド間の配管を短くすることで、ターボラグを最小限とするレスポンス重視の設計となっていた。性能初限採用車種 4G67 は、排気量 1836cc の DOHC16 バルブエンジンである。登場年度は、比較的古く、 1989年に6代目ギャランの1.8リットルモデルのエンジンとして登場している。サイレントシャフトが搭載されたエンジンではあるが、4G61 と同じく末端に B が付く略称は命名されなかった。愛称もシリウスではなくサイクロンが与えられている。4G67 を搭載された車両は1.8リットルと交渉しており、 実質的な 4G62 の後継エンジンに当たるものであるが、ごくわずかながらボアが広げられているため、4G62 とは別の形式番号が割り振られている。現在では 4G9 型に役割を譲る形で生産を終えている。性能初限採用者種 4D68 はシリウスディーゼルとしても知られる 1998cc のディーゼルエンジンである。 4D68 は 93mm ストロークのクランクシャフトと 82.7mm 系のシリンダーボアが採用された。静的圧縮比は22.4で、ピストンピンは直径 25mm である。サイレントシャフトが搭載されたエンジンではあるが、4D65 と同じく末端に B が付く略称は命名されなかった。四 d 十八は自然吸気と ターボチャージャーが選択でき、4D65 とともに、4G6 型エンジン車のディーゼル仕様の設定に利用された。なお、4D68 は、日本国内では、ほとんどがディーゼルターボ仕様で、自然吸気仕様は、OEM 供給のプロトンウィラ 2.0D など、少数に止まる。性能初限採用者主1998年式ギャランの、 4D68T エンジン 4D68 ターボは、登場当時は 4D65 ターボと同じく、インタークーラーを持たない仕様であったが、後に、インタークーラーが追加され、出力がアップした。性能初限採用車種、三菱、グランディスの 4G69 マイベックエンジン 4G69 は、日本の滋賀県に立地する、三菱自工滋賀工場。 パワートレイン製作所で製造される 2378cc のエンジンである。ボアは 87mm、ストロークは 100mm であり、実質的に 4G64 の後継エンジンにあたる。出力は 162HP5750rpm、トルクは162ポンドフィート 4000rpm である。4G69 は 鋳鉄製シリンダーブロックとアルミ合金製、サイチェシーシリンダーヘッドを持つ。マルチポイント式インジェクション、1シリンダーあたり4バルブを、ローラーロッカーアームで駆動し、単造高コンロット、一体鋳造化シャフト、アルミ芋の製品テイクマニホールド等を装備している。4G69 は、三菱の可変バルブタイミング機構である、マイベックが導入されており、4G69 は、 4G63 と同様のインターフェアレンスエンジンでもある。性能証言採用者首脳と2005年以降、わずかにデチューンされたバージョンがオーストラリアのランサーで用いられている。客中、三菱ランサーターボ、マイナスミニミニ、東京モーターショー、東京モーターショーウェブサイト1992年式、デリカスターワゴンカタログ。 AB4D68 エンジン整備解説書、望遠、ロバート、ハウツビルドマックスパフォーマンス、三菱 4G63 トネエンジンズ、S、A デザイン、ISP、L978 から19億3249万 4624ABCDEFGHIJK9、ネット自動車カタログハット三菱コーディア、 x g h o t c o r d i h g s r t u r b o s p e c e i f i c e t i o n s c-o-r-d-i-a-b-o-w-e-r.com 日本のスポーツ車1960から1990第79回三菱ランサー EX1800 ターボ GT1981 年10月山口ジャック系 L.S.C.H. アンナ・マリア、エド、ジャパン、ルーク・ロティブ・カントラクション、ワールド・カーズ1985、51、ISBN0 から91714から17から7現代、クレンチャーの基礎知識、トゥッテル・オート・デルモンド1990、ピアニッシモ565から56699年5月12日、クソ小型トラック、 キャンターシリーズマイナスプレスリリース、三菱モーターズ1994三菱、ギャラン GS ス,スペックス STREETSPECS.com ファット a b 4 t 6 5エンジン整備解説処備エントとは、PROTONWIRA-ENOTES.com レファレンス注釈1987年以降、 ジスでもネット値に切り替えられたため、170PS に出力値が訂正された。なお、縦置きエンジンのシリウスダッシュもスタリオンに搭載されている。AAB タイミングベルトが断裂すると、ピストンヘッドとバルブサンドが衝突する設計のエンジン。三菱、デボネア V の姉妹車で、ソウルオリンピックに備えて、ヒュンダイが三菱に開発依頼して発売されたという特殊な経緯を持つ。 ありがとうございます。